こんな感じ。こんな感じ。裏面はこんな感じです。ブラックこんな感じです。裏面こんな感じね。これなんか丸い。丸いね。チェーンがこう絡まった感じになって重いんだろうねきっと。こんな感じでーす。丸が。はーい、今日紹介するのはこちら。食顔のリューソール2でーす。4種類。1番グリーンリューソール、2番ブラックリューソール、3番オモソール、4番個体ソールの4種類でーす。マツマル。マツマルね。はい、では早速1番から開けてみたいと思います。グリーン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 。開けていきます。開けていきます。グリーン。グリーン。ね、こんな感じ。ソウル大好き。カチャ。おお。でシールは別になってるので貼っていきまーす。こんな感じ。こんな感じ。裏面はこんな感じでーす。こんなにパカッ。かっこいいね。ブルーリューソウルと比べてみます。ちょっと似てる。本当だ、似てる。最初のリューソールっていう食感のやつでーす。これもリューソールだけどね。ねー、こんな感じでーす。はーい、では次ブラックリューソール開けてみたいと思いまーす。うわ。だから、でシールが別についてます。シールもついてるね、こんな感じで、カチャ。おお。うん、よし、あ、シール貼らなくちゃ。よいしょ、よいしょ。シールを貼りまーす。おお。かっこいい。かっこいい。角がある。ね、あ、本当だ、角がある。ブラックこんな感じでーす。裏面こんな感じね。よし。オモソール。はーい、次、オモソール。これ。これピンク。お、開けてみます。なんかこれが重い感じ。本当だ、重そう本当に。いや重くないんだよ。重くないの？そうなの？リュウソウちゃんがこれ持ってるんだよ。へえ。本当だ、ちょっと重そうな感じ、重ソウルです。よし、はい、貼れました。これなんか丸い。丸いね。チェーンがこう。絡まった感じになって重いんだろうねきっと。なんか重くないんだよ。あ、そうなの？え、重くない。おお、なんかこれ顔じゃない。顔じゃないね。へえ。そして最後、答えソール。答えソール。レッドだね。レッドだね。レッド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 。また投げて。よいしょ。2つ。こんな感じです。なんか目、あ、これ目が丸になって、それでバツ、バツがついてるね。だって答えるんだよ。答えるのか。丸バツで、丸バツ、丸かバツか、どっちだどっちだ。こんな感じでーす。あ、丸バツ、丸バツ。おー、ここにも丸バツって書いてある。いや、なんかこれさ、二つ剣持ってない？ね、二つ剣持ってるね。一剣。裏はこんな感じ。あ、これも顔じゃないね。顔じゃない。同じ重ソールと。ねえ。なんか個体ソールだけ大きい気がしない？本当だ。個体ソールだけ。個体ソールだけ大きいかな。あ、本当だ。横になんか大きい。大きいじゃん。大きいね。揃いました。全部食顔でーす。カルソールだけ持ってない。あ、そっか、カルソール持ってなかったっけ。そっかそっか、カルトーチだけ。こんな感じでーす。はーい、裏もひっくり返してみます。こんな感じでーす。はーい、今日は食顔のリューソール2を紹介しました。それじゃあこの辺で、またね。バイバイ。全部食顔だったね。